大さん、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。ニューヨークの家賃がなんかめちゃくちゃ上がるって聞いたんですけれども。まあ、アメリカって基本的に家賃って毎年上がっていくんですけども、このコロナの間は、まあ、ニューヨークも含めてワシントン州もいろんなところそうだったんですけども、大家さんがもう勝手に家賃を上げてはダメっていう法律になってたんですよね。それがね、最近もうその期限が終わってもう一応上げれるようになったっていうニュースが出てきて、それでニューヨークがね、もう一気に 30% 上げるとかっていうニュースがこう流れて、いきなり 30% は暑いですよね。暑いですね。これニューヨークっていうと、まあ、一番高いのはね、マンハッタンだと思うんですよね。もう限られたところだから、ね、もうそうですよね。もうニューヨークといえばとりあえずみんなが行くところはまずはマンハッタンですもんね、まあ、でもこのマンハッタンをちょっと外れて、この川沿いっていうかね、運河沿いっていうか、ここら辺のところ見ててもすごいですね。ワンベッドルームが2,500ドル、毎月ですよ、やばくないですかこれ。ワンベッドルームが62万ドルですよ、これ、ね、6500万でもでしょ。全部2500とかだ、2700とか2700、2500前後がもう相場みたいですね、これ見てると。2700って言って30万じゃないですか、日本円でね。さすがにいくらね、家賃が高い東京といえども、ワンベッドルームは安いところまだ見つかります、全然10万円ぐらい。このマンハッタンから離れてこれですからね、マンハッタンってもっとするんでしょうね。八王子とか行くと5万円の家賃とか普通にあるからね、やっぱちょっと。やっぱり何て言うんですか、通いにくいんですか、八王子からは。不便なんですか。でも電車あるから、そんなね、他の国とか他の地域に比べればそんな不便なことないわけですよね。アメリカの上げ方はエグいですね、まあ、レストランなんて今まで家賃約まあ100万円だったんですけど、一気に130万になるってことでしょ。ほら、マンハッタンブリッジの下に広がるウォーターフロント、ね、3800ドル家賃、やばくないですか、40万円ですよ、ワンベッドル、ね、やばいですね。でこれ今の値段だから、ここからさらに上がるっていう話ですよ。まあまあ、上がシアトルも上がっていってますよ。家なんかマーケットに出たら 2,3 日で大体ポンって売れますよね。すごいですね。大地さん持ってないんですか、不動産は。今は持ってないですね、こっちでは。これもシアトルはなかなか今もうポンと買えるお手頃物件なんて出てこないですよ。今例えばシアトルで住んでるじゃないですか、家族と一緒に一軒家に、はい、家賃ってどんくらいなんですか、それで。これは、25万ぐらいですかね。ああ、25万ぐらい。それでもそんなするんですね、やっぱりね。これあのシアトルのど真ん中っていうか、ちょっと外れたところじゃないですか。で、そうですね、もっと高いとこ行けば、僕らぐらいに言うなら30万、35万の家賃は当たり前ですね。それでもやっぱマンハッタンと比べたら一軒家ですからね。4ベッドルームですか。そうすると日本の方が全然安いですよ、これ。東京の方。日本って、日本中どこで買っても日本の不動産値段って、買った値段から基本的に下がっていくんですか。買った瞬間に下がりますよね、基本的には。まずね、地方はね、地方は。逆に地方の不動産なんてもうね、ただ同然ですよ。駅からちょっと外れれば、車で通える県内だったら、地方だと、もう100万、200万と当たり前ですよ、一軒家。一軒家ですか。そうですよ、一軒家は100万。いや、ネットで調べてみてくださいよ、100万、200万のやつ。そうなんですね。そう、もちろん東京にはそんなないけど、まあね、東京でも、ね、探せばね、買える不動産で600万とか、そんぐらいだとありますよ、普通に。ちょっと訳ありっぽいやつ。このワンベッドルームぐらいだったらね、すぐ見つかりますよ。ああ、そうなんですね。安いやつは。だからこっちアメリカ、まあ、日本もだんだんそうなってるのかもしれないですけども、ルームシェアとかがめちゃくちゃ当たり前ですね、増えどん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 。こんな高くなっちゃったね、一軒家とかを借りてみんなで一部屋ずつ、ね、600ドルぐらいで住むっていう、じゃないとなかなか学生なんかもこう手軽にね、ワンルームマンションとかもう借りれないですよね。なるほどね、それでもやっぱりニューヨーク人気あるんですよね、こんな感じでも。ありますね、これね。こっからさらに 30% アップか。ハワイも高いですよね。まあでもハワイもやっぱちょっと外れれば、でもこんなむちゃくちゃなことはないと思うんですけども、ホノルルとかワイ、ね、あの辺はワイキキですか、はもう高いでしょうけども、はい、まあこのなんか今戦争になったからとかって言って、特にアメリカに関しては不動産は全く影響なしというか、絶好調みたいです、不動産と喋ってたら。
僕らその工事でも今もう大忙しですよね。次から次からもう工事ね、今最近工事やってるんですよね。だってね、こうもうリモデルとか、次はねチャイニーズの学校作るんですけども、学校作るというか、まあリモデルみたいな感じなんですけどね、うん、それでもね工事もね高いんですよ、うん、まあ僕らでも今回次の、その学校を作る仕事なんですけど、大体1000万、まあ、あの何ですか、塾みたいな感じなんですけどもね、うん、工事費用僕らだけでチャージしてるの1000万ぐらいですよ今、うん、で、まあ、2ヶ月ぐらいで終わる予定なんですけどね、うん、でそれが相場なんで、他探しても僕らちょっと気持ち安い目ぐらいですから、はい、他と比べられても大体うち来ますもんね、うん、アメリカはもうやっぱ高物が高くなりましたよね。日本が安すぎるんですか今。アメリカで今ハワイでもね毎日外食してるんですけど、はいはいはい、1日すごいですよね、1万円ぐらい飛びますよね簡単に。 2,30 ドル1食行きますもんね、うん、チップ渡して。この前ね家族でラーメン食べに行ったんですけど4人、うん、まあ、はい、大人2人と、まあ、10歳4歳で、まあ、赤ちゃんは食べないんですけど、それでねラーメン屋さんですよ、うん、ラーメン1杯ずつと唐揚げ粉頼んで6,000とかですもんね、はい、うん、そんなもんですよね。アメリカで外食食べちゃダメですよね。そうですね、外食はこう手頃なもんじゃなくなってますよね今ね、全く、うん、どこ行っても高い、照り焼きとか行っても高いですもんね。だからほらなんかファーストフードっぽいとこ行こうが高いですよね結構ね、やっぱりね、なんかね、マクドナルドがでも安くないですよね別に、うん、安くないですね。すぐにだって2000円以上いっちゃいますよね一食ね、もう余裕で、うん、2000円ぐらいは考えておかないと、うん、それでもこんな豪華な食事っていう感じじゃないですよね。全然違いますよ、うん。まあ、そう考えると日本っていいですよね。みんな給料安い安いとは言ってるけど、ね、うん、それでも物価が安いじゃないですか日本って、全然そういう意味だと。食べに行くのも安いですし、日本買って安いなと思いますもんね。だってアメリカで例えば 2ドルとか3ドルで飯食えないじゃないですか。いやいや、こうでする人多分いないです、2、3ドルでは。でもパスコぐらいです。2ドル3ドルでそんなんでありますか。いやだって吉野家とか2ドル3ドルですか。日本ですか。はい、あと富士そばとか、いや、米ドルですよ。だって300円400円で食えるじゃないですか普通に。500円そんなもんか。500円未満で食えるじゃないですか。そしたら4ドル3ドルで食えると、こっちはどこでそんなの食えるんだって話じゃないですか、ね、コスコぐらいですよ。スナック菓子1個で終わっちゃうじゃないですか。今日僕だから、ね、あのな生サラダ買って、はいはい、葉っぱだけの生サラダ夕飯食ってるんですよいつも。はい、虹屋ってところがあってスーパー。ああ、虹屋マーケットね。はいはい、はい、あそこで葉っぱだけのやつがあるんだけど、あれもやっぱり9ドルしますからね、はい、葉っぱだけで、うん、はいはいはい、すごいですね、葉っぱで9ドルですよ。もうそれ慣れちゃって、うん、それになんかドリンクとかパッパッパッと言うと、会計がなんかね、今日も18ドルですって。いや今日買ったら葉っぱと、ね、まあ、あのなんだっけ、あの野菜ジュースみたいなと、はい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 、あとスナック1個ポテチみたいな1個、それで18ドルですよ。2000円超えちゃう、ね、これありえないですねちょっとね。日本なら2000円だったらまずまずねいいもの食べれますよね、選びますよね、結構ね、ね、いやーきついですよねこれ、まあ、日本もう給料なかなか上がらないみたいですけども。いや上がらなくていいですよ、だって上がっちゃうと、だって雇う全部上がりますもんね。そうですね、全部上がりますからね、うん。あれみんな勘違いしてるんだけど、みんなが給料安くていい暮らししてた方が幸せですよ。そうですよね。そう、賃金安いイコール物価も安い、ね、全てが安いわけですから。店やってる人もね、給料上げないとっていう考えも ならないですからね。で給料相場上がるって言ったって、どうせあのね、あのホワイトワーカーの給料が上がるだけでそうです、そうですよね、まあ、そういう意味では日本いいかもしれないですよね。日本いいですよね、そうなるとね、うん。シアトルなんかあれですよ、年収8万ドルは低所得者ですよ。え、マジですか。はい、なんかで完全シアですよね。年収800万なら悪くないでしょ日本なら。全然あれですよ、年収800万って言ったら上位 10% ですよ。ああそうですか、うん、そうです。こっちはね、こっちはもう低所得者ですよ、うん。この前最近またニュースがありました、アマゾンか、はい、給料が上がると4000万になったみたいですね、上の人の給料、うん、日本では考えられないでしょ、ね、4000万の給料ってね。ね、すごいですよね。そうしないと人が来ないと。ニューヨークとかもっと行くんじゃないですか。ああ。じゃないとこんな家賃どうやって払うんですか。ねえ、こんなんね。それこそ多分これワンベッドルームに2人で住んで、1人が部屋に住んで、1人がこのダイニングに住んでみたいなことみんなやってると思いますよ。うん、それでも800ドル、900ドルぐらいするじゃないですか。うん、アメリカは今全然そういうな面では住み心地っていうのは良くないですよね。うん、そうですよね。
学生さんなんかでも結構大変そうです、お金かかって。ね、これどうするんですか、学生さんで、これワンベッドルームでこんな値段だったら。ねえ、結構知り合いがその一軒家を持ってて、そこにその日本の学生とかを一つ流しでとかやってみたいですけども、それでも700ドル、800ドル取ってるみたいですもんね。それでも安い方ですよ。だからこっちの留学なんてもう結構なもうお金準備しないと手軽に留学なんてできないですよ。もうそれか相当郊外行ってねみたいなね、もうね、うん、そうですね、田舎行った方がいいですね、うん、そうですね、どうせ語学留学ならね、うん、もうアメリカなら田舎の方行った方が安く生活できるから、うん、まあ、不便っちゃ不便なとこもありますけども、うん、でもシアトルでねお金結構大変な思いするぐらいなら、そういう風にちょっと田舎に行った方がいいかもしれないですよね、はい、本当そうですね、これね、うん、メリットがないというのは全くない、ね、いやー、そうかないとマレーシアだから物価安くて安心ですよね。ああ、全然飯、ね、も安いし、うん、そうですね、こんなむちゃくちゃなことないでしょうね。そうだって向こうだと別に2ドルとか下手すると1ドルぐらいで飯食いますよ。あ、そんなんであるんですか。1ドル未満ですよ全然あれ。だってほら僕の近所のあのカレー、はい、なんとカレーインド料理だと向こうで3リンギットとか2リンギットとかで食えるから、えっといくらだよ、そうか100円以下だね、100円未満。ないですねこっちでは。 1ドルで飯食えますよ、まあ、いざとなったら。あ、1食、まあ、もういい、全然違うねこれ。唯一こっちで安く食えるのはコスコだけですよ。コスコ何食えるんですかそこで。コスコのなんかこのレジ終わったところにピザとホットドッグ売ってるんですよ。おお、それがいくらですか。そこはね、ホットドッグと、あ、ホットドッグとソーダ、うん、飲み放題のソーダついて1ドル60です。あ、これは安い。これいいですね。それないね、ないね。だから結構ね、コスコの食堂にぎわってます。だピザとホットドッグとドリンクついて3ドルくらいで食べますよ。あ、これはいいですよ。ちょっとそれあったらいいな。コスコないですか、そっち。もうハワイ高いですもん、全部ね。どこで食おうが。ね、シアトルもそれぐらいですね。ファーストフードも、うん、何も安くないですし、どんどん値段上がりますよ。今日もアイスカフェラテとね、はいはい、あとはマフィンあるじゃないですか。あれ、はい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 、それ買っただけで10ドルですからね。ああ、そうですね。ちょっとありえないですよね。ねえ。もうこそないと本当に日本っていい場所ですよね、これね。そうですよね、はい。昔なんか日本に行くと高い高いって言われたんですけど、そんな時代終わりましたね。いや、終わりましたね。でもどんどん日本も安くなってきてるからね、また。ということでちょっとね、アメリカやっぱり住むのもいろいろ考えなきゃいけないですよ、これね。どうやって住むかね。うまく稼がないともうそれしかないですもんね。ね、うん、うん、はい、ということでなるべく生活コストの安い拠点も持っといてもいいですよ、海外でね。そうですよね、まあ、海外行くまでもなく日本もねいいからね。まあまあそうですね、日本、はい、いいですね、これはいいですね、はい、はいはい、ということで今日のお話はニューヨークで家賃相場がこれから 30% 値上がるってことでした。はい、では今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。